レズ・チェッペリンはアメリカ合衆国の4人組ガールズ・ロック・バンド。レッド・チェッペリンのトリビュートバンド。2004年にニューヨークで結成。2007年、本家レッド・チェッペリンをはじめ、ジミ・ヘンドリックスやキッスを手掛けたエディ・クレイマーのプロデュースにより、カバー6曲とオリジナル2曲を収録したアルバムレズ・チェッペリンでデビュー。2008年7月9日に日本デビュー。 2008年10月に初来日を果たし、渋谷クラブクアトロにて、初ライブを開催。同時期にフジテレビ、ミュージックフェアに出演し、ロックンロールを披露した。その後、リーダーのステフ、GT 以外のメンバーが一新。新たなメンバーにて再始動する。2010年9月8日にセカンドアルバムをリリースすることが決定。内容は、ゼップの ファーストアルバムの完全再現となり、曲目は、もちろんのこと、ゼップが、ファーストアルバムを収録した時の機材と、ギター、ベース、ドラム、キーボードに至るまで、すべて同じヴィンテージ機材を使用して、収録を行い、当時アナログで、レコーディングされた音質に限りなく近いサウンドを、再現。プロデュースを、エロー・スミス、ジミー・ページ等を手掛けたペリー・マーゴレフとミック・ジャガー。 グラハム・パーカー等を手掛けた、ウィリアム・ウィットマンが担当し、驚くべきことに、ジミー・ページ本人もレコーディングに立ち会って、音の調整等をアドバイスしている。ホール・ロッタ・ラブ・ザ・オーシャン、オン・ザ・ロックス・シンス・アイ・ブ・ビー・イン・ラビング・ユー・ロック・ン・ロール・ウィンター、三コミュニケーション・ブレイクダウン・カシミール・に本番は、上記8曲、ボーナストラック、移民の歌、レイン・ソングの、全10曲収録。 グッドタイムズバッドタイムズコナリーブユーユーシックミー。幻惑されて、時が来たりて、ブラックマウンテンサイドコミュニケーションブレイクダウンくんから、離れられない、ハウメニーモアタイムズ、ありがとうございます。